ということでね、激辛チャレンジ、アガガガガバーガー、泣いて食べる人もいるということで、お店の人から化け物級ですという言葉もいただく、ことができました。見事完食です。ごちそうさまです。そして、サイコロの目がね、俺の場合は6だっけ、6だったので、なんとね、あのハンバーガーをたった600円で食べることができました。ということでちょっとお話の続きをしていきたいと思うんですけど、まあ、そういう感じで、マクドナルドカンパニーというですね、ほぼそっくりな、ネーミングの会社をレイクロックは作ってですね、しまうわけです。そして、億万長者へとなっていくんですが、そこでまだ話は終わらないんですよ。病室でね、お兄さんの方が倒れているところを訪れて花を持っていくんです。なんか優しそうな感じに聞こえますけど、その花にはカードがついていて、カードにはこう記されて、いたんですね。記されていたというか、そこには、ブランクのチェックが入ってたんです。ブランクのチェックというのは、何も書かれていない小切手なんですね。つまり、マクドナルドの全ての権限を買わせてくれというメッセージだったんですよ。で、兄弟は悩みに悩んだ挙句ね、体も悪くなってしまったし、そして、あ、こっちじゃねえんだ、体も悪くなってしまったしね、あいつにはもうビジネスで勝つことは難しいだろうと、そしてあいつを追い出すっていうことも難しいだろうと思ってですね、半分諦めて、350万ドル、370万ドルぐらいかなの売却価格に加えて、永遠の総売上のうちの 1% をよこすようにと、弁護士を通してね、ノンネゴシャボーといって、交渉をしないというね、契約を持ちかけたんですが、とは言ってもですよ、もう17州とかで当時渡って17州とかで、なんだ、フランチャイズ展開をしている相手と、元にあったね、一箇所だけの店舗を持ってるだけのマクドナルド兄弟の間ではね、かなりの資産のね、差ができてしまってたわけです。つまり、雇える弁護士にもね、レベルが変わってきますし、金の力でそこをなんとか、封じ込めてですね、それぞれに150万ドルかな、渡して、そして、1% のロイヤリティは、契約書には書けないと。ただ紳士協定として口約束であなたたちに必ず毎月ね、 1% の売り上げの 1% を上げるから俺を信じてくれということで、無理やりね、その契約を結ぶわけですよ。で、合わせて300万ドルで、マクドナルド兄弟っていうのはマクドナルドの権利をね、買われてしまうわけなんですね。そして、その後もうね、アメリカの中だけじゃなくて世界中に、展開していくようなものすごい、ね、企業へと変貌を遂げていくわけなんですけども、当時働いていた、バイトの人が会長になったりとか、そのファイナンシャルプランナーの人が、次の CEO になったりとか、していくわけですよ。で、紳士協定で結んだ 1% っていうのは結局払われることがなかったっていうね、とてもひどい話ではあるんですけれども、あるもののですよ、実際にビジネスという観点で、考えると、そういう冷徹なね、非道なね、センスというか覚悟というか、もうある意味、ビジネスという戦争でね、勝ち抜いていくためには、必要な要素なのかもしれないというね、部分を学ばせてくれるような、まあ、一つのハンバーガーの話ですけど、一
一つのハンバーガーであったとしても、すごいサクセスストーリーなわけじゃないですか。いまだにね、世界で一番、多くのフランチャイズを持っている企業なんですね。で、ニューヨーク株式取引市場に、上場するんですけども、その時に初めて、女性のね、メンバーっていうのが、世界で初めて、金を鳴らすメンバーとしてね、出現したわけなんですけど、それが、当時働いてた事務所の秘書かな。でしかもですよ、さらに話には続きがあって、なんとレイクロックはですね、その一目惚れした自分のフランチャイズオーナーの嫁を奪い取るわけです。自分の嫁とは離婚して、そして家と保険と、車は全てあげるんですけど、事業の一株もですね、奥さんには、もうずっと苦しい時を支え続けてくださった奥さん、そして、浮気も許してくれた奥さんに、一株たりとも与えなかった、わけですね。そして、そのミルクシェイクのね、粉を持ってきた人妻と再婚してですね、最後まで添い遂げるですね。でその人妻というか元人妻の方はすごく素晴らしい人格の持ち主で、まあ、売上のほとんどをね、売上というか自分のシェアのほとんどをチャリティーに回したりとかするような方だと。そうですね。なので、レイクロックという男はね、52歳までは全く鳴かず飛ばずので、本当にしがないただのね、営業マン、売れない営業マンに過ぎなかったんですけれども、彼は当時はまだレコードでしたけど、やはり、自分のモチベーションを上げてくれるような音声というか、そういうなんだモチベーショナルスピーチみたいなものをですね、聞きまくってたんですね、毎日のように。そして、自分のビジョンは必ず現実化するし、自分は思ったようにしかならないっていうような、今でもそういうことを言われてますし、僕も言ったりもしてますけど、本気で、それを信じてたんです。で当時から、そのレコードの中で言われていた、言葉っていうのがあって、彼は死ぬまでその言葉を言い続けた。そうなんですね。でそれはどんな言葉だったかっていうと、天才であったとしても報われるわけじゃないと。学歴なんてあったとしても、なんだ知恵がついてるというわけではないと。職歴とかも関係ないと。何が、夢を叶えるために必要かっていうと2つだけある。一つは執念、そしてもう一つは覚悟だっていうんですね。執念と覚悟さえ持っていればどんなことでも成し遂げられるし、最後には、自分が、思い浮かべた、思い描いたですね、ビジョンっていうのを具現化することができるというふうに、彼は、常日頃からですね、ずっと言っていたそうです。でちょっとひどいエピソードばかりの紹介には今日はなってしまったんですけれども、まあ、彼はね従業員のことをファミリーと呼んでね、家族だからということで大事にしてたというようなエピソードもありますね。まあそういう、ね、過去の成功者たちの人たちがですね、いかにして、大きくなっていったかっていうね、エピソードを知るということは非常に、私たちにとって、これからね、大きくなっていくにあたり、必要な情報、ヒントになったり、同じ過ちを繰り返さないようにするためであったり、そういう情報になってくるかと思うので、もしかしたらね、また機会があればそういう過去の偉人だったりとか成功者だったりとか、何かを成し遂げている人、自分の夢を叶えている人たちのストーリーをね、こういった動画を通して、皆さんにも届けていこうかななんて思います。まあ、今日もね、僕も
挑戦を続けることこそが、成功だと思ってるんですよ。何かを成し遂げたという事実が成功ではなくて、挑戦を継続するということが、僕にとっての成功の定義、なので、ちょっと今ダイエット中ではあるんですけども、まあ、ちょっと挑戦のする場所ではね、ちょっと炭水化物とかも食べてはしまいましたが、晴れて、成功することができたので、まあ、別に辛いものを食べる姿を見せたいということではなくて、どんなね、難しい達成することが想像しづらいようなことであったとしても、挑戦を続けていれば必ず叶えることができるし、不可能ってことは存在しないっていうのをね、別に辛いものを食べることだけじゃなくて、ビジネスだったりとか、南国大学の活動だったりとかを通してね、少しでも伝わる人が出てくればと思って、毎日動画を撮り続けていきます、これからも。なので、もしね、少しでも何か私たちの動画を見て何か感じてくれるような方がいらっしゃいましたら、ぜひ励みになりますので、何かしらメッセージをいただければと思います。もし、沖縄に在住の方いらっしゃいましたら、ここではもっと辛いものをメニューを出してるぞと、お前これに挑戦できるのかというで挑戦状でも構いませんので、まあ、いずれにしろそういったメッセージをいただけると非常に幸いですということで、本日は、赤ガガバーガー、そして、マクドナルド社の創設秘話に関してお話をさせていただきました。ちょっとせっかく恩納村まで来たので、この後はビーチに行って楽しんでいきたいと思います。また明日お会いしましょう。バイバイ。